森田九郎です。今日はですね、反り腰と猫背は結局一緒やでっていう話をさせていただきたいと思います。はい、まず宣伝をさせてください。今度4月21日に発売のおうちで簡単くびれ作りリブトレっていう本が出るんですけども、リブっていうのは肋骨、つまりあばらのことなんですけども、まあ、そのトレーニング方法、エクササイズとかストレッチなどをお伝えしますよという本になってるんですけども、今日やるのはこの本でも紹介しているような内容をことで説明したいなというような内容になってます。で、先ほど言ったような反り腰と猫背についてなんですけども、これってみんな大体さ、こう猫背の人は背中が丸まってて、反り腰の人はすごい反ってるっていう感じだから、やること別だと思いがちなんですけど、やること一緒なんですよ。やること一緒っていうのは原因がほぼ同じだからっていうことなんですけども、それに関してイラストで説明したいと思います。はい、ではイラストで説明するんですけども、まあ、これが、まあ、ニュートラルと言われる一般的な正しいと言われる姿勢だとしましょう。頭で、これ肋骨ね、で骨盤があって足元っていうのが、まあ、重力がこうかかってくるのに対して垂直の状態なんですけども、見ても分かる通りにこれが猫背で、これが反り腰だとすると、この肋骨の角度に、注目していただきたいんですけども、猫背は見ても分かる通りにこういう風に背中の部分が丸くなってですよね。で、その分頭が前に行っちゃう、こうなっちゃうんですね。頭が前に行って背中が丸まってるっていう状態になるんですけど、まあ、肋骨がまっすぐの状態からこう後ろに倒れちゃってるっていうのが分かると思うんですね。今度は背中をね、いい姿勢を取ろうと思うとどうするかっていうと、ここ背中を反らせずに、ここ反りたいわけじゃないですか、ここが丸まってるから。でもここが硬くてできないから、こっち肋骨よりも下のここの腰の部分で、やろうとするからいい姿勢が取れるという感じになってるのが反り腰なんですね。だから本来反らせるべきところを別のところで反らせちゃった。だからここ変化してないんですよ。だから頭の位置はその分後ろに行くんで、頭がこう後ろに行って、で胸をこう前に出す、突き出してるような感じになるから、肋骨がぐっと前に出ちゃってる。それが反り腰と言われる状態であることがほとんどで、はい、なので反り腰の人はこの状態からじゃあ反り腰直そうと思って、今度は背中を丸めようとするんですね。腹筋した方がいいよとか、腰をしっかり反りすぎをまっすぐにした方がいいよとかっていう風にすると、今度頭の前で出ちゃうんですね。猫背になってくるというようなことが起こるので、結局のところですね、どちらにしても改善すべきここなんですよね。背中の上部、この猫背の原因になる背中の上部のとこをしっかり反らせることによって、頭をまっすぐこの肋骨の上に来させたいんだけども、その操作を腰でやっちゃう人が反り腰、そのまま、ね、頭が前に出てるのが猫背っていうだけであって、どっちもやるべきことは背中をしっかり反らせるということになってくるわけですね。はい、じゃあどうすればいいかって言ったところで、まずこのね、背中の上部が反らせられないといけないよっていう話なんですけど、多くの人がここ反れずに腰でこういう風にやっちゃうからなので、ここを反らせるためにまず大事なのって、猫背でこうなっちゃってるってことは、首と胸の前が縮まっちゃってるんですよ。だからここが縮まっちゃってるのに、この辺を後ろに持っていこうと縮ませようとしてもうまくいかないっていうことが起こるので、胸のストレッチで、過去に胸のストレッチの動画出してるので、そこで詳しくは説明してるんですけども、今日はこちらの動画でも簡単に説明していきたいと思います。はい、で、胸のストレッチなんですけども、こういった壁があるといいですね。はい、で、今僕座ってますけども、立てても座ってても全然いいんですが、こういうふうに手をついていただいて、で肩の横ぐらいに肘で、多くの方が結構肘を下見にしちゃうことが多いんですけども、イメージとしては肩よりも少し高めぐらいに置いていただくと、まっすぐぐらいになるかなと思います。で、少し後ろ目に置いて、置いてもらったら、この小指側ですね、小指側をついていただいて、親指浮かした方がいいです。っていうのは、親指ついちゃうと肩が前に出ちゃうんですね。出ちゃいやすいので、で小指側をついて、肩をしっかり下げながら、この腕から胸、ここにしっかりついている筋肉を伸ばしたいので、肩がこうやって前に出ないようにしっかり肩下げて体をひねる。で、そうするとここが伸びてくるので、ここがしっかり伸びてないと背中を反らせるっていうことができませんから、この状態で、まあ大体30秒とか60秒、
しっかり伸ばしてあげるというのをこれ左右やっていくんですけど、さっき言ったように動画でもうね、ここからここから全部伸ばすストレッチっていうのをお伝えしているので、このストレッチ詳しくやりたいなっていう場合はぜひそちらの動画も参考にしていただければと思います。はい、そしたら胸広げたら今度は首なんですけど、首もねこの胸鎖乳突筋っていう筋肉で、頭こう前に出ちゃうとここの部分が縮まってるので、ここを伸ばしながら肩も下げて胸広げながらしっかり頭が後ろに行かなきゃいけないので、ここが柔らかくないといけないですね。でここのストレッチなんですけど、こう見たらこうついてますね。ここからここにこうついてる筋肉なので、鎖骨の下から耳の上、ここに斜めについてます。でまずこいつを引き離していかなきゃいけないので、手でね鎖骨の位置を押さえていただいて、で首をちょっとかしげるんですね。でそうするとここはまっすぐになるので、この首かしげた状態から上をぐーっと向いていきます。でこれが後ろに行くのと、この手が下に行くのと、でこれでストレッチがギューってかかってくるので、顎の力を抜いた状態から顎を天井に向かってこうグーッと下顎を上に上げてあげると、ここがストレッチされるんで、手を下に引くのと頭を後ろに持っていくので、ここをビーッと伸ばしてあげる。これも30秒から60やっていただくといいですね。そうすると頭をこう後ろに持っていくときに、ここの突っかかりが減ってくるのと、首が長くなってくるので小顔効果とかっていうのもあります。ぜひこちらも他の動画でやってますので、こちらも参考にしていただくといいと思います。はい、で次やるのが頭をしっかり後ろに持っていく。後ろに持っていくんだけど、その時に背中首がしっかり後ろに行くようにしなきゃいけなくて、それを腰でやっちゃうから反り腰になっちゃうんでしたよね。はい、なので、これストレッチポールですけども、壁とかあると分かりやすいんですが、骨盤から背中、頭っていうのはこういう風にしっかりついてる状態で、腰の反り と、首の反りですね。背中はついてるんだけども、腰と背中はしっかり反ってるよっていう状態が正しい状態なんですが、これが猫背になってるとこういう感じで、はい、で反り腰になってるとこういう感じになるということなので、このピタッと3点ついてる状態を作るためには、顎をしっかりこう引いていく動きで頭を後ろに持っていく、要はこうなっちゃってるわけなんで、この状態からしっかり顎を引いて、ここのまずねアーチを全部なくすぐらいまで後ろに持っていくっていう練習が必要なんですね。じゃあやってみますね。このまっすぐ座った状態で腰でやらないように、ちょっと腰動いちゃうよっていう人とかなんか、肋骨の部分、この溝落ちの部分を手で押さえてあげるといいかもしれないです。はい、別にこうグッとこう押す必要はないんですけど、手とかでこう持っておくだけでいいと思います。でこの、顎をグッと前に出した状態から顎を後ろに引いていって、もう二重顎作っちゃいます。ギューッと二重顎作っちゃって、でそこから上を向きます。で上を向いたら、ここから顎を引いたまんま戻っていきます。で力抜く、でまた顎を引いて上を向いて下を向いてっていう感じでやるんですけど、これをやるときにですね、どうしてもこっちでやっちゃうっていう方とか、あとはこうしてる最中に肩がこう上がっちゃうとかっていう方とかなんかは、まだ首周りとか腕周りが硬いので、やっぱストレッチの方がすごく重要になってくるので、まだこのエクササイズをするには実機が早いということになってくるので、しっかりこの動きを練習するために、まず首と胸のストレッチっていうのをしていくことが必要になってきます。でもう一つですね、もう首がねもうぐっと前に出すぎちゃっている人とかなんかは、ここの骨のスライドがうまくいかなかったりするので、この首の後ろがねこうした時に痛いっていう方が結構いらっしゃるんですよ。そういう場合は、手はここって言いましたけども、この首のね後ろのこのボコッと出た骨の上ですね、この一番曲がる部分のところに中指とかなんかで手をね指をこう入れてあげる。でこの骨を前に奥に入っていくようにして上向くと、首のここの詰まる感じっていうのがかなり軽減されるっていうことがあるので、痛いよっていう方はここに指入れてあげるとやりやすくはなりますが、それでも全然良くならないっていう方は、やっぱりここのね首の骨がギュッと下に潰されている状態で首が硬くなっちゃってるので、やっぱり首のストレッチがすごく重要になってきます。で今日はここだけ紹介しましたけど、後ろだったり横だったりだとか、首全体が硬くなっている可能性もあるので、やっぱ首全体をこうほぐしたりとか、あとはストレッチをしたりだとかして柔らかくしないと、なかなかこの動きが難しくなってくるので、反り腰だとかっていう風に言っても、ここの部分だけを丸めを押し込もうとかってしても、ここが良くならないと、背中と首とあと胸がしっかり広がるっていうことができないと、反り腰っていうのはなかなか改善が難しいということですね。はい、
いかがだったでしょうか。最後のエクササイズなんですけども、胸のストレッチは、右左がだいたい30秒から60秒ずつやっていただくといいよっていうのと、あと首のストレッチも左右30秒から60秒ずつやっていただいて、で顎を引くエクササイズは、まあ、5回ぐらいやれば問題ないかなというふうに思いますので、まあ、それぐらいを1日1回でいいです。1日1回ぐらいやっていただいて、いつやればいいんですかとかってしょっちゅう聞かれるんですけど、いつでもいいです。基本的にいつでもいいんだけども、まあ、硬いのを柔らかくするんだったらお風呂上がりとかの方がいいかなっていったところはありますけど、特にいつやらなきゃいけない、いつが効果が高いとかっていうことは気にする必要はないと思います。はい。で、まあ、この3つのエクササイズですね、何度も宣伝しますが、リブトレで出てくるエクササイズにもなりますし、まあ、これだと他にも大事なトレーニング、反り腰だけじゃなくてくびれを作ったりだとかっていうことにもすごく重要なエクササイズ等を4週間プログラムでだんだんできるようにっていうふうにやっていて、動画でも一緒にできるように QR コードでね、動画が見れるようになってますので、そういったところとかなんか参考にしていただけると、より肋骨、反り腰、猫背などの改善、そしてくびれも手に入れられるんじゃないかなと思うので、ぜひご検討いただければと思います。